こんにちは。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。今日は、オーストラリアアマゾン輸出サポート。まあ実際にね、どんな風にサポートしてるか、それをスカイプ、チャットワーク、これぐらいやりましたという事例でね、ちょっとご紹介したいと思います。まず個別サポートの内容なんですけど、チャットワークサポート、チャットサポートが回数無制限。これ名ばかりじゃなくて、すごい実際無制限なんていうのをね、どれぐらいのやり取りしてるかをお見せします。それからスカイプ相談、月2回、1回45分の予約制です。そしてサポートメルマガを週3回配信して、サポートサイトもあります。まあ、質問しながら、そして相談しながら、まあ、私がアドバイスする、まあ、簡単にできることをやっていただければ、儲かる商品見つかる。アマゾンへの返事も、購入者への返事も分かるという内容になってます。まず、この会社の例だと、7月4日にサポート開始をしました。で、翌日、セラーアカウント無事開設完了と。で、このセラーアカウント開設のために、チャットワークでやり取りした日付と時間、ね、まあ1日で終わったんで、ほぼ1日ですけど、まず、サポート開始して3時7分に1回目のやり取り、次3時22分、5時、5時14分、5時29分、5時47分、5時50分、5時51分、6時40分、7時15分、10時23分と、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、初日に11回やり取りしてます。翌日、1、2、3、4、5、6、7回やり取りして、無事、商品、セラーアカウントできましたという感じです。で、そこから3週間かかって第1回目の商品発送してるんですけど、まあ、ほとんどの人がね、気になるのは、まあ、商品探し、どうやって商品見つけるのか、どのサポートがあるのかという部分なんでしょうけど、これ商品を紹介しちゃうわけにはいかないんでね、実際にサポートでどういうやり取りしたかを、ちょっと1週間分ご紹介します。まず、アカウントできて、翌日アカウントできて、チャット枠にて、商品探しの条件を確認しました。翌日、商品探し開始、チャット枠で6回やり取りしました。で、その6回のやりとりでね、まあ、じゃあスカイプ相談したいなと思っていただいたんでしょうね。まあ私も、まあそろそろスカイプ1回やっとこうかなと思ったちょうどいいタイミングでスカイプ予約していただきました。希望日時を出していただいて、3日後の7月10日午前11時にスカイプ相談。で、翌日7月4日はチャットワークで1回報告をいただいてます。会員さんから。で、7月9日、チャットワークで4回やり取りをして、で、7月10日に、午前中11時から11時45分スカイプをしたと。で、スカイプが終わった後に、まあ、そのスカイプした内容をもとにね、いろいろ商品を、相談していただいて、まあ、このように、12時3分、12時5分と、まめに、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20回、やり取りしています。そして、翌日、チャット枠で4回やり取りすると。まあ、なかなかね、サポートでここまでまめにやってるサポートというのは聞いたことないし、私も受けたことないです。私もね、まあ、インターネットを使ってなんか稼ぎたいなと思った時にはサポートを受けたことありますけど、まあ、実際役立つサポートってのは受けたことないです。まあ、私はこの自分が提供してるサポートみたいなのがあったらよかったのになと思うようなサポートを提供しています。ここまでまめにサポートするから初心者でも稼げる商品が見つかるようになります。そして、8月4日、初売上げと、ね。サポート開始から1ヶ月で初売上げ上がってます。でね、このように Amazon 輸出に必要なこと、まあ、この他ね、Amazon から連絡ありましたとかね、購入者から連絡ありましたというのも対応してますし、まあ、他に気になることあったらね、聞いていただければ、私でわかることは全てお答えしてますし、わからないことは専門外なんで、こういう調べ方をしたらどうですかというようなアドバイスをしています。Amazon サポート、ね。初心者向けのサポートなんで、
まあ、何もできなくても、きちんと商品が見つかって稼がれるようにサポートをしています。まずは無料スカイプ相談で、あなたならいくら稼げるか確認してみてください。まず、メールマガジン取っていてね、この案内が届いた方は、メールマガジンにね、スカイプサポート、スカイプ無料相談希望と書いて送ってください。またこれを今動画で見てる方はね、動画の説明欄にある URL をクリックして、無料スカイプ相談の申し込みサイトからお申し込みください。日本に住んでるなら、Amazon 室で稼がないと大損です。